今までも1年間こう技術調教師であの、まあ、研修という形で藤沢先生のところにいらっしゃって、はいはい、まあ、実際にこう自分の城というか、あの大丈夫かなって心配にはなるけどね、やっぱり、はい、本当に大丈夫かなと思うけど、今まではなんかね、先生が決めたことを見て、はい、うん、なんかあれだったけど、本当にドキドキするね。ちょっとまだやっぱりさすがに手探りっていうそういう大丈夫かなって思うのがやっぱり、うん、大丈夫と思ってても、うん、大丈夫と思って当然やってんだけど、うん、ジョッキー初心者デビューした頃とは全然違う感じ、そのドキドキとは、ジョッキーはね自分だけだからね、うん、餌になるとマネさんもいて従業員もいてね、うん、馬もいてだからもういろんなことを、ね、関わってくるんで、うん、そこのトップっていうかそのあれを経営しなきゃいけないっていうところでまたちょっと違うのかなと思いますけどね、馬に関しては考えることは一緒なんだけど、うん、よくしようっていうのがまあね、どのポジションの人も当然あの同じだろうから、馬だけではなく人のその人を育てるっていうそっちの方もでも、うん、人の安全とかね、人馬の安全とかやっぱりそういうのも含めて供給してやっぱり鍛えていかなきゃいけないっていうところもあるし、で、まあ、スタッフの大半が有関係者から先生のところに移られていくというところですけど、はい、まあ、その点ではやりやすさだったり、そうですね、やり方もだから同じにしてるのもそうだし、はい、あのその方がまあなんかあれ 俺がこうだーだってこうなんかしてやるよりは今までのことをちゃんとの方がいいんじゃないかなって僕の中で判断ですよね。まあ、変えるところは変えつつ良きところ良きところというか、変えるっていうか、はい、自分のなんか張り切りってなんかこれやんなきゃあれやんなきゃっていうところまではあんまり、うん、まあ、なんだろうな、あこれやってみたいなとかって思うことがあれば当然そのちょっとプラスアルファすれば足すって言ったらおかしいけど、なんかこうベースは同じでさ、やってる馬に対する考え方も調教もだってそれ以上の人たちがいないわけでこれいい、うん、それは真似した方がいいと思う、うん、思ったんで、旧車今度、はいはい、あのまあ、トースポーツと呼んだら重厚感だったりっていうのをあ、ね、っていうようなお話を文字にはされてましたが、まあ、適当に言ってっけどね、真意を俺が作ったみたいだいや別に真意はないよな、はい、なんか昔なんかあの濃い色の勝負服があの海外であってそれが濃い色だなって思ってふと思っただけで、はい、なかなかあのこうみんなどっちみちかぶるじゃないですか、そうですね、こう色ってみんな同じの作ってるし、うん、なんかだからなんかないかなみたいな感じで、でもあんまり派手な色とかでやっても目立っていいのかもしれないけど従業員嫌がったら嫌だなとか着たくねえよって思われても恥ずかしいよとかね、まあ、みんながほらある程度着てもなんか一番落ち着いていいのかなっていうの、ロゴとかってデザインデザイナーの人がそれ馬が左向いてるって感じなんですか、よくわかんない俺にそれ聞かれてもちょ目がついてるかちょイメージをなんか、まあ、何個か候補があった中で、まあ、これはかっこいいんじゃないのっていう感じでした。エビナステーブル真ん中の字が分かんないほらね、言った通りだろ、まあ、そんな真剣に考えてないってすっげーこだわってるみたいな、そんなないから思いを僕らが思い込めすぎてる、こういうところに、はい、もっと普通に馬のことをちゃんと真剣にやるかって考えてるだけで、てっきりでも開業までではその意味ぐらい俺勉強してきたかと思った変わってない重いでしょ、だって絶対でも理由あるはずですよね、デザイナーは考えてます、そうだろうね関わってないあんまり、まあ、それだけその見た目というよりも馬に本質本質本質、まあ、
馬が元気でやっぱりね健康で丈夫な馬を作るっていう、うん、やっぱり藤沢先生のそういう、そういうところを真似できればと思うし、少しでもねそういうことを考えられるようになれば、なれればいいなと思ってますね。普段この1年間ずっとその厩舎に藤沢厩舎にいられましたけど、やっぱ最後こう何か言葉を交わされたりっていうのは、その最後の最後の最後、はい、最後頼むなって、どういう意味であれだとかあれだけど、でもまあずっと見させてもらったから、うん、まあ、貴重な経験だし、できることじゃないです。それだけ人も馬もやっぱりね、うん、預けてもらえてるっていうのはやっぱり、そこはちゃんと責任を持って、仕事していかなきゃいけないなと思って。